タイソンチャンネルで僕らは育った。タイソンチャンネルの子供たちだ。はい、タイソンチャンネル、タイソンチャンネル始まるぞ。パラッパラパラッパラララ、久しぶりにオープニング始まりました。これが俺のね、タイソンチャンネルの本当のオープニングなの、いいんじゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、オリエンタルラジオのあっちゃんが YouTube で言ってたんだけど、あのダウンタウンのまっちゃんがね、まっちゃんに認められないと売れないみたいな、そういう芸人界の風潮がなんか良くないんじゃないかみたいなね、なんか、まっちゃんってさ、M1 の審査員にもいるしさ、なんだ、あとキングオブコントとか、なんか、まあ、とにかくいろんな審査員とかやってて、そうだね、もうなんかお笑い界の頂点みたいな感じじゃん。そうだね、ある意味、だからそのまっちゃんに受けないと、売れないみたいな、認められないとダメだみたいな、面白い人って数多くいると思うんだけど、でもまっちゃんの日の目に止まらないと、こう世に出てこれないみたいな、そういう風潮がどうなんだみたいな、俺らじのあっちゃんが言ってたのよ、確かになと思って、なんかなんて言うんだろう、あのまっちゃんに認められなくてもさ、面白い人っていっぱいいるわけじゃん、絶対、だけどまっちゃんに気に入られないと、あの開花しない、そういう世界ってどうなのみたいなことを言ってて、なんか確かになとそれは思って。でもまっちゃんもあれだからね、まっちゃんのあれで誤解しないでしょ、だから俺まっちゃん大好きだから。俺も大好きだよ、めちゃくちゃ天才だし、面白いし、そう、そのまっちゃんに対しての文句とかじゃなくてね、そういう風潮って確かに別に、なんだろうな、お笑い界だけじゃなくてもいろんな世界にもあるから、そうだね、そう、ね、だから、だからさんまさんとかもそうだよね、そうさんまさんとかも頂点じゃん、そうだ、さんまさんに気に入られないとダメとかさ、そんなことはなんかちょっとおかしいなと思うんだよね。面白い人は、なんつうの、別にさんまさん、たけしさん、まっちゃんとかに認められなくても面白い人は面白いしさ、そうだね、だからどんどん世に出るべきだと思うし、そうだね、だからちょっと老害とかって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、やっぱりもう上の人がさ詰まっちゃってて、下の人が出てこれないじゃん、もう、だからとっとと上のたけしさんとかも引退してもいいんじゃないみたいな。あ、上の人がずっといるから、下の人が日の目を浴びないんだよ、上に行けない、だからある程度まだまっちゃんは早いけど、ある程度タモリさんとかさ、ビッグスリーだよね、タモさん、たけしさん、さんまさん、いわゆるビッグスリーと言われる人たちが未だに健在してて、第一線で活躍してるから、もう下が詰まっちゃってるわけで、だから早くなんか世代交代じゃないけど、でもそれしょうがないんじゃないの、そう、まあまあね、でもね、そう、だからその、未だに第一線で活躍してるあの人たちがすごい、すごいんだよね、すごいのは、もちろんなんだけど、だけど、ある程度下のことを考えると世代交代も必要かなっていうさ、なるほどね、そう、野球、スポーツの世界でもそうじゃん、例えばさ、イチローとでさ、すげえ45歳ぐらいまでやってたけどさ、一応が45歳でバリバリやってるのが、すごいんだよ、45歳でバリバリやってるのすごいんだけど、その45歳の一郎がいることによって、若手の選手が出れないわけじゃん、そうだね、そう、いつまでたっても、ずっと上の人が頑張って第一線でやってることによって、そのね、そうだね、言ってること分かるでしょ、分かる、だから、なんつうんだろうな、
その人たちがすごいんだよ、もちろん、うん、ビッグスリーもすごいし、イチローもすごいし、みたいに、うん、その人たちの実力がすごいから未だに健在してんだけど、うん、その人たちの存在によって下の人が出てこれない、うん、ある意味、あと認められないと売れないみたいな、うん、でも結構あの吉本の人間とか、うん、結構上上がってる人いるよね、分かってても、うん、うん、もちろん ね、だけど、うん、もっと売れるべきはずなんだよ、多分、あ、もっと売れるべき、そうそうそう、 あ、 あと、うん、あの本当は超面白いのに全然テレビとか出てなくてくすぐってる人たちも全然いっぱい多分いると思うんだよ、うん、それはやっぱりまっちゃんとかに認められてないから、うん、っていう、うんうん、だからそのまっちゃんに認められないと世に出れないとか、うん、そういうのってちょっとどうなんだろうなっていうかさ、そうだね、うん、まあ何の世界でも通ずるんだけど、うん、あとさ M1 とかさキングオブコントとかさ、うん、そういうのって審査員がいるじゃん、うん、そもそもお笑いに審査員って必要あんのっていうかさ、うん、またあれだよ皆さん、また朝から朝一からウーロンハイ濃いめ飲んでもう眠かってます、さすがだね兄弟裏切らないねなんだっけ今何言ってたっけ俺、え、だからまっちゃんのみたいな話でしょ、あ、だからお笑いにそもそも審査員がいるのか必要なのかどうかっていうのも、うん、あ、まあそれはあるからな、そう、なんかさ、じゃあ M1 にさ出て、うんうん、審査員がまっちゃん含め、うん、5、6人確かいるじゃん、うん、この人たちが点数をつけて、うん、優勝者とか決まるでしょ、うん、果たしてこの5人の5、6人の人たちの、うん、なんつうの、だってこの5、6人の人たちが、うん、その芸人たちの人生を握ってるわけよ、そうなんだよ、うん、なんかだって M1 で優勝したら人生変わるじゃん、そうだね、バンバンテレビ出て、うん、バンバン売れてさ、うん、あと CM ね、そう CM 決まったりとか、うん、まあいろいろ、うん、まあ、ガラッと変わるわけじゃん人生が、そうだね、それを、うん、その審査員、戦う5、6人の審査員が、うん、それを決めることによってその人たちの人生がガラッと変わる、うんうん、なんかそれってどうなんだろうっていうさ、うん、その審査をじゃあするんであれば国民投票とかにした方がいいんじゃないみたいな、うん、だって同じ芸人の人たちが審査してるからさ、多分好みとかもあるわけじゃん、うん、あのこのこいつは嫌いだ、このコンビ嫌いだなと思ったらそいつは点数低くしたりとかさ、うん、いくらでもできちゃうわけよ、うん、その審査員の人たちの好みによってさ、さじ加減でさ、うん、いろいろできちゃうじゃん、うん、だったらそんな、ね、審査員なんかいらないで、うん、あの国民投票で、うん、あのそれで選ばれた人がチャンピオン、真のチャンピオンみたいな、ああ国民投票ね、そうだって国民の声が全てなんだから、うん、うん、まっちゃんの一声が全てじゃないわけよ、うんうん、だからその辺をオリラジのあっちゃんがちょっと苦言を呈してたからちょっと分かるなっていうかさ、うん、あれもしかしておかわり、おかわりですね、うん、ウーロンハイ濃いめおかわりらしいです、入りました、入りましたね、皆さんどう思いますか、うん、あ、ウーロンハイ、はい、皆さんこの問題をどう思いますか、うん、この問題ね、うん、うん、ちょっといろんな意見があると思うんで聞かせてください、はい、うん、どしどし待ってますんで、うん、はい、じゃあそんな感じで、ね、お願いします、じゃあありがとうございました、ありがとうございました。